ニナ、元気そうで何よりです。これからもずっとアンナのこと応援してね。ねえ、さっさと宿題をしなさい。リーダー、おはようございます。新しい依頼メールが届いているようですよ。ご命令に従います。一撃で片付けてやる。夢のごとく、これが私の誇りよ。紫の刀に負けたのよ。光栄に思いなさい。慣れた日は訓練に勤しむべきだわ。この怠け者、早く私についてきなさい。こんにちは。アリスの名前はね、アリスっていうの。あなたはアリスの新しいお友達？世界のすべてには理由がある。私の名はミア・シルビー。今から私の運命の謎を解く鍵はあなたが握ることになる。伊賀メイ参上。修行中の身ゆえ、まだまだ未熟者なれど、以後よろしくお願いつかまつります。というわけでお世話になります、親方様。梵天丸出陣、かかってこいよ雑魚ども、全部まとめて切り殺してやれ。はぁはぁはぁ。メイドのポンシーマソルです。何なりとご用命ください。ハロー、美しくてセクシーなボーレンよ。これから私が守ってあげるから、あなたは迷わず進みなさい。こんにちは。アリスの名前はじめまして、ニコラと申します。常に怒りを持ち続けることね。そうすればあなたはより強くなれるわよ。あたいはケープ・オブ・グッド・ホープ号の副キャプテン、マリー・ドグラスだ。船長の命令だから仕方なくお前の手伝いをしてやるよ。梵天丸らしく、メールをすぐにチェックしなさいよ。まったく世界をもっときらびやかにしましょう。拙者のことは見えない、拙者のことは見えない。紫さや、バット。私は過回帰、あなたのお役に立てることなら何でも言って。あと、ここって病人用のベッドは余ってますか？したいなら狂ってしまえばいいのよ。誰もが凶暴な一面を持っているわな。光栄に思いなさい。食事の時は感謝と集中。物を食べながらアニメを見ない。ん？これなんて番組？なんかちょっと面白そう。私はまだまだ強いわけではない。ナイトメアを根絶するほどの強さや運命と対抗できる強さも足りない。みんなを守りきれない。まあかな。うん、まあまあかな。騎士らしく騎士のルールには従います。さらに強くなったような気がします。私の武士道に負けって言葉はないの。ナイトメアの襲撃だろうが、見事に勝ってみせるわ。たとえ人生にやり残しがあったとしても、時すでに遅し。紫の刀に負けたのよ。光栄に思いなさい。じゃない。ナイトメアとの戦いは長い道のりよ。れた日は訓練に勤しむべきだわ。この怠け者。してる暇があったらもっとナイトメアを倒しなさい。何いつまだ満足してないというのに。全部私が赤く染めてあげる。劇の開始よ。悲鳴を上げ許しを請う。人形たちを甘く見ないで。泣き叫べ。万華の桜、夢のごとく。泣き叫べ、そして滅ぼせ。まったく、まだ満足してないというのに。食事の時は感謝と集中。物を食べながらアニメを見ない。ん？これ事してる暇があったらもっとない？拙者に先陣を切らせてくだされ。大丈夫、アリスがあなたを。悲鳴を上げ、許しを請え。アリス、泣き叫ぶ。これが私の誇りよ。守る。泣き叫ぶ。アリス、頑張る。そして滅ぼす。誰にもアリスに友達を傷つけさせたりしないんだから。まったく、まだ満足してないというのに。しないで。食事の時は感謝と集中。ものを私の武士道に負けって言葉はないの。ナイトメアの襲撃。成功したいなら狂ってしまえばいいのよ。もっと欲しいわ。あたいは怖いやつってことでな。